あやさちゃん、動画いいじゃないですか。貧困富士山の紹介動画。このね、勝手に紹介と言いますかね、いや本当にね、紹介したくなるような人を見つけるって本当に嬉しいですよね。私もね、去年花屋龍馬さんとかを紹介できて本当に良かったなと思いますし、その他にも何人かの人を紹介してきました。最近でしたらね、転職大魔王さんとかね、まあそういうのをお話に出させていただいて、なんかね、自分だけが気づいたそのなんか喜びとか価値とか楽しさっていうのをついつい人に話したくなっちゃいますよね。こうやって YouTube の輪って広がっていくんですよ。でも通常自分のことだけ考えてたらアクセスが分散するから人なんて紹介したくないはずなんですよ。むしろ紹介してくれみたいな感じですよね。そんなね、小さいこと言うんじゃなくて我々は協力し合っていければいいかなと思いますし、誰かのアクセスとかチャンネル登録が伸びることをね、妬む気持ちっていうのは多少ね、あるんじゃないかなと思うんですよ。 YouTube をやっていたら。だからそうではなくて、あ、この人自分好きだなと思ったらその人を紹介する動画を作ったら、これがまさにね、紹介された人に対するプレゼントだと思うんですよ。そういうふうにお互いを高め合っていく、紹介し合っていく、なんかオンにオンで返すみたいなね、オン&オンですよね。3on3みたいな感じになってきましたけども、いや、あやさちゃんね、本当によくそれをね、やってくれてるんで、私も今回はね、あやさちゃんが人を紹介する動画を見て、そのあやさちゃんを紹介する動画を作ってしまったという次第でございます。誕生日プレゼントありがとうございました。またお願いします。